カリギュラは1980年のイタリア・アメリカ合作映画。当時のペントハウス市社長、ボブ・グッチョーネが46億円の拒否を投じて制作した。表向きはローマ帝国皇帝、カリグラの宝刀や残忍さを描いた重厚な歴史上大作であったが、実態はハードコアポルノである。この映画の撮影はアメリカ映画協会を通さず秘密裏に行われ、 ニューヨークでは劇場を一巻買い取って公開されて、大ヒットを記録した。映画の脚本を元にしたノベライズもあり、日本でも翻訳出版された。監督は、イタリアのポルノ映画界の巨匠ティントブラス。主演は、カリギュラ役のマルコム・マクダウェル、皇帝、ティベリウスのピーター・オトゥールほか、サージョン・ギール・グッド、当時すでに、シェイクスピア女優としての地位を築いていた。 演技派女優のヘレン・ミレンなど豪華キャストの上、脚本家にはゴアビダル、制作はフランコ・ロッセリーニという夫人であった。しかし撮影現場はトラブル続きで不協和音の連続だったという。後で付け加えられたハードなポルノシーンは、ボブ・グッチョーネがペントハウスのモデルたちを使って別撮りしたものであり、主要キャスト陣は関わっていない。しかも、 当初はこの作品がポルノになることは出演者たちには全く知らされていなかったという。さらに、コアビダルによる台本およびブラスの撮影したカットは大幅に改変、削除され、ビダルとブラスが意図していた絶対的な権力は絶対的に腐敗するというテーマによる政治的封じという色彩は薄れてしまった。アメリカ以外ではほとんど編集版が上映されたが、 経済的にはヒットし、日本でも、カリギュラ効果という言葉を生んだ。ビデオ、DVD 及びブルーレイでは、ポロのシーンを削除した版がリリースされている。2018年、ペントハウスは、ブラスの家族の了承の下、ドイツのアレクサンダー・トシンスキが、本作の復元版を制作中であるとアナウンスした。映画秘宝によると、ピーター・オトゥールは後に、グッチョーネとブラスを訴えようとしていた。 結果的には当時のオトゥール自身が精神的に正常ではなかったため、うやむやのまま終わった。コアビダルは雑誌、タイム市場でブラスを批判した後、制作途中でスタジオから締め出されたため、自分の名前がクレジットに乗ることを拒み、グッチョーネラを訴えた。マルコム・マクダウェルはグッチョーネの名を聞き、ポルノ映画なんてごめんだと言ったが、脚本のビダルは、 ただの会社の役員さ。気にしなくていいと言われ、出演した。彼は鷹を見ているシーンを撮影したにもかかわらず、監督らによって、レズビアンのシーンが挿入され、激怒したと語っている。ローマ帝国初代皇帝、アウグストゥスの創尊カリギュラは、妹であり、愛人のドルシラとつつましく暮らしていた。ところが成人を迎える頃、カリギュラは、カプリ島に隠遁している。 第二代ローマ皇帝である暴君ティベリウスにカプリトンまで呼び出される。そこで彼が見たものは異常性愛に溺れる皇帝と衰退しきったローマの姿であった。ティベリウスは自分の自務孫、ゲメルスを後継者にた体がため呼び寄せたカリギュラに毒を盛ろうとする。この事態に気づいたカリギュラが危機感を抱いた矢先、ティベリウスは病にかかり過死状態となってしまう。 ティベリウスが死んだものと思い込んだカリギュラは、人払いした後、皇帝の指輪をティベリウスの指から外して、自らの指にはめて椅子に入るが、直後蘇生したティベリウスから指輪を返すよう迫られる。カリギュラはこれを断り逆に、ティベリウスの撲殺を図る。いつの間にかその場に現れたカリギュラの親衛隊長マクロは、カリギュラ自身が手を怪我すことを避け、カリギュラに代わって、 ティベリウスを考察した。カリギュラは、ローマ帝国の皇位継承ルール通り、第三大皇帝となった。しかし、彼の皇帝生活は、当初好調であったが、その後は、必ずしも、順調には進まなかった。まずはじめに実前かつ、愛人のドルシラからの助言もあり、皇帝即位に、対抗のあった、新鋭隊長マクロが自分をしのぐ牽制を得ることを、警戒し、 第二代皇帝ティベリウス殺害を理由にマクロを処刑してしまうとともに彼との結婚を約束していたマクロの妻を偏京に追放してしまう。次にカリギュラは最愛の妹ドルシラと結婚しようとするがローマの法律上をどうしても兄弟では結婚できない。苦悩の果てにドルシラに説得されて妻には他の女をめとることにし、 ドルシラが聖女の泉に招集した巫女の中から妻を探すことを求められた。しかしカリギュラはその巫女の中でもよりによってインランデリ婚ンのあるカエソニアを気に入ってしまう。ドルシラはもう反対したがカリギュラは反対を押し切ってカエソニアを妻に迎えた。その間にもカリギュラは自分が出席した兵士の結婚式で新郎を新婦を共にレイプするなど 少しずつ、その異常性を表し始める。そして、先帝、テベリウスの自慢を、ゲメルスに、無実の罪を着せて処刑したため、貴族たちからの不信感を買うことになった。そんな中、カリギュラはフィーバーという大病を、病った。ドルシラがつきっきりで看病し彼は、なんとか回復する。しかし、看病の最最愛のドルシラが、熱病にかかり合えなく亡くなってしまう。 最愛のドルシラを失ったショックからカリギュラは狂気への歯止めが効かなくなり、その知性はまさに狂乱の様相を停止始める。過去内は日本語吹き替え、キネマ旬報ベスト1085回前市1924から2011390ページ AB、昭和55年写真生活 P36、タスキンスキー、アレクサンドル、ミッション、カリギュラ、 https://vimeo.com スラッシュ2818142772018年7月27日閲覧。ありがとうございます。